はい、レオンチャンネルです。僕今、妖怪ウォッチ専門チャンネルさんと一緒にいるんですけど、妖怪ウォッチ専門さん、全然仮面ライダー知らないんですって。そうですね、ほとんど知らないですね。妖怪ウォッチめちゃくちゃ詳しいんですけど、さすがに畑違いということで仮面ライダーそこまで詳しくないらしいんですけど、うん、そんな人に僕めっちゃ変身ベルト持ってるんですけど、変身ベルトを何も知らない状態で渡したらどういう風に遊ぶかっていう。果たして、要は、僕も、僕の視聴者さんも、当たり前のように、変身ベルトこう、本編通り、劇中通り、ガチャガチャってやって、遊ぶんですけど、いや、謎っすわ、これ。今、適当にもう並べたんですけど、これどうやって遊ぶか、わかりますかっていう検証動画ですね。果たして、全然仮面ライダー知らない人が、逆にそのコレクションアイテムがどれとどれが組み合わせるかみたいなのがもうわかんない。いや、マジわかんないです。だって、僕昭和の仮面ライダーだって、ベルトがぐるぐる回ってるのぐらいしか想像してない。懐かしのみたいな。そう。平成のライダーとかもどうなってんのかちょっと詳しくわかんないですよね。めちゃくちゃ面白いんでね、見た方がいいっすよ、本当に。ぜひ見ようかな。じゃあ、どうぞ。どうぞ。遊び方わかります？いや、このエグゼイド。ゲーマーのやつはちょっとね、見たんですよ。おー。1話2話とか、面白そうで。だからこのカラフルなやつは知ってるんですよ。なんかスノボのビンディングみたいなね。ちょっと引きますか、もうちょっと。はい。これ、こうっすか？なんか刺すんでしょ、これ。なんか刺すんでしょ。そう。なんか刺すん。ここにあるやつ入れるんですか？そう。エグゼイドおるやん。エグゼイドおるやん。これを、これを刺すんすよね、多分。二つあるから、なんか二個刺すんけ？え？やばい。壊す？違う。刺す方向が。こうだ。はい、来た。まだもう一個ある感じちゃう？ちゃうね。なんで。もう一個ある。いや、やっぱ、面白いな、これ。いや、そう、ガチっすか？わざとじゃないですか？いや、ガチ。ガチっすか？だってあんな二個あるっしょ。意味わからなくない？こっちも入るってこと？あ、こっちも入れるってこと？あ、そういうこと？だからこれで、こうガシャコンじゃないの。来た？来たこれ？レベルアップ来た？あ、光った。あ、そういうこと？アクション。X。これで変身したんだ。変身したんですよ。ただ手順が違うんですよ。ちゃうんすか？これ本来はこう来て、これで、出してこうやってね。こうやって。ゲームドライバー出して、で、そっからまずここ押すんですよね。ここに、これも電池入ったんですか？そう。で、刺して、変身なんですよね。左なんや。そう。うわ、すごい。あ、なんか、エラーで音が鳴らなかった。だからこれ、この手順ですね。これ、先輩さんとあかんみたいな。あ、別にそれはいいんですけど。ああ。いやー、やっぱ、面白い。じゃあ他のやつ遊んでください。これ、うわぁ、これじゃわかるでしょ？なんかもう明らかに。あ、これ、この辺の？もう。これって、あれじゃね？なんか、これ？あ、ボトル違う。なんか、はめ込んでからのなんかするのが多いんか。そう、いわゆるコレクションアイテムって言って、要はそれを1年間集めるんですよ。あ、だからこれ QR コードついてますもんね。そうなんです。見せてもらって。あ、アイス見せても、もう終わってるやつなんで。だからこれ何種類もあるっていうこと。それが何種類だったかな？なんで60本か。そう、フルボトルって言って、ボトル。成分が入ってるんですよね。薬みたいな感じですか？これ、何の成分かわかります？青色っすよね。これ見れば、造形見れば何の成分が入ってるかわかるんですよ。薬草とか。あ、じゃなくて、ものですね、これ。誰かの液体とかじゃなくて。あ、じゃあ、この絵見れば。絵を見れば。これ絵見れば。カブトムシ？違う。え？クワガタ？違う、戦車です。全然ちゃうやん。だからこれ戦車の成分。戦車の成分が。意味わからん。マジ意味わからん。ほら、これ戦車、ほら。戦車のここ、砲台があって、弾ドーンってなってますよね。で、これ、履帯があって、戦車ですよ。ちょっとわかりにくかったですね。で、こっち何の成分が入ってるかわかりますか？赤でしょ。色は関係ないですか？色関係ないです。これ見れば。なんかもう、スーパーサイヤ人が着てる戦闘服みたいにしか見えないんですけど、動物じゃない。動物です、これ。これ動物。動物です。だから、クモとか、そういう、クワガタ。あ、ブブブブ。惜しいっていうか、多分似てると思う。これ、ウサギです。ウサギ？ウサギっすか、これ。ウサギの成分が入ってるんですよ。ウサギの成分を入れて、これに刺すってことですか？そうです。フルボトルなんで、フルボトルなんですよ。ガシャン！ちゃうのか？壊しちゃいます？レーンがあるんで。レーンがあるんで。あー、差し込むわけですね。うおいレベ。ラビット。ラビット。
あ、これ変身の時これ毎回。逆っす。あ、逆なんだ。新鮮。いや、わからんわ。新鮮、新鮮。わからん。優しく、優しく。ラビット。テストマーチ。あ、でも回すってことですか、これ。そうそうそう。おわい。汽車？汽車っすか、これ。いや、それはもう、あの、メカ的な造形ですね。はぁ。鋼の門。ラビットピン。鋼のムーンサルト、ラビットタンク。ラビットタンク。イエーイって言ってました、ね。はい。いやー、面白い。おもろ。もう、なってるんよ。これとか、これとかも超人気の。なんすごい、ね、ダブルドライバーってやつですね。でもバンダイさんすごいな。いろんなの作るんやね。これ、これもサスケでしょ。これサスケですね。この穴になんか入れるんでしょ。これか、この辺、この辺のやつを入れるんでしょ。この、これ、わちゃうな、これ USB みたいなやつ。あ、そう、まさにそう、USB なんです、これ。USB ですか？ガイアメモリーっていう USB を模したやつなんですよね。へぇ、あ、ほんまや。これも、差し寄る。電源入ってるのかな？これ電源ないっすか？ないっすか？はい。音が、出ない。あ、こっちから出ますね。うおい、さらに、優しく。わ、ツーライト？そう。すごい。紫と緑。そうです。どういう状態ですか、これは。これ変身ベルト？これ変身ベルト。これ変身ベルトです。これ変身ベルトです。これで飛んでる感じじゃないですか、普通に。あ、でも、あの、そういうアイテムもあった。そういう感じ。あの、そういうアイテムって、ここに鳥みたいなやつをはめるやつもあるんですよね。かっちょびこれは、クローズしないんですか？あ、これで終わりじゃないですか。もう一つ、もう、これで、もう一個変身できます。まだ今これ変身してないです。まださすがに。まだ変身してない。まだ、あ、うわわ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 、来た来た来た、これ。ジョーカー、うわ、かっちょび。変身完了。もう、そうか、わかんないですよね、これ形見てもここが倒れるって。わからんわ。要は仮面ライダーダブルなんで、ダブルなんですよね。ああ、そういうこと？はい。最新。最新っすか？最新の。なんかね、ライドウォッチみたいなのが、コンビニにも売ってるし、うん、なんかいろんな YouTube アップしてるから、うんうん、なんやろうとは思ってるんですよ。これ、ちょっとじゃあ。いいっすか？しかも、妖怪ウォッチとなんか被るやん、思うて。ああ、ウォッチが。そうそうそう。だから最初僕ね、バンダイのカレンダー見たら、妖怪ウォッチのおもちゃかな思って見たら、え、これちゃうやん、思うて。わがわ、このスライドさせるわけですね。入ります。新しい。きたー、すごー、時間。チク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 、デジタルやけど、みたいな。で、ジオウといえば、仮面ライダー15といえば、あのアクションで変身するわけで、あのアクションで。あのアクションで変身。変身、変身どうぞ。いや、ちょ、わからん。わからんから、ジオ見てないんですよ。見てないんですよ。ジオといえば、あれっすよ。いや、見てないんですよ。ジオ、見てないんですよ。じゃあ、もう一個。変身してください。変身していいですか？もう一段階、もう一段階あります。まだ変身しないです。ここないんすか？いいんすか？ここなくていいんすか？ここなくて大丈夫です。ないんすか？はい。正式なやり方としては、刺したら、ここでロック解除するんです。ロック解除。ここですね。はいはい。で、ここ押すと。え、どこ押した？これですか？これですか？ここっす。ここっす、ね。あ、これ押すんですね。でもちょっとずれましたよ、これ。はい。ずれたら、360度回転。おいー。需要で書いてあるわ。2018っていうね。おぉ。出てるんですよね。すっげえ。繊細にいきますね。ソフトに、キーボードをタッチするように。持ち方がめっちゃむずいですね。来た！うおい！2周しちゃった。これで完成ですか？これで変身完了ですね。2018。2018。という感じでございました。仮面ライダーを全然知らない人が仮面ライダー玩具で遊ぶと戸惑うと。という検証結果でございました。なかなか面白いですね。ありがとうございました。いや、ありがとうございます。ほんまにいろんなおもちゃ。